終わり宝石は、愛知県は愛知軍厚戸頭,頭町に生産拠点を設けた宝石会社。現在の東洋房の一部に相当する。農美地震により破壊された工場名古屋財界の重要人物であった奥田正香が発起人となり、1887年3月に設立された。これは、この頃別に創業を開始していた名古屋宝石の公共に刺激されたものとされる。 ただし、奥田には宝石の知識がなかったために、四季の近藤智右衛門を頼った。それに、八木平米、滝平衛門、滝定助、森本前七の出資により、成立したものである。先発の名古屋宝石は、古くからの在名商人たちの出資によっており、後発の終わり宝石は、名古屋進出が、新しい商人たちによるものであった。 名古屋防食の出資金が12万円に過ぎなかったのに、対して、終わり防籍は、その3倍にあたる36万円を集めることとなった。設立の翌年9月には当時は、名古屋市の近郊であった愛知郡厚田岡市ら町に工場を設け、1889年7月に創業を始めた。しかし、1891年に発生した農美地震により、 工場の2階部分は崩壊し、ちょうど夜勤と中勤の交代時間であったことから、従業員も多数被災した。翌年5月には再建し、順調に勢力を伸ばしていった。1893年、名古屋株式取引所に上場。1905年、奥田により、競合他社である三重宝石に、名古屋宝石と共に吸収され、消滅した。これにより、同社工場は、 見え防石終わり分工場と解消した。ありがとうございます。